物語の始まり始まり。どんぶらこどんぶらこって流れていってるよ。ほんとだ、この桃は一体どこに行くんだろう。金ちゃんが何かを始めるみたい。見て、金ちゃんすごい、熊にまたがってお馬の稽古なんかしてるよ。ほんとだ、でも熊さんがちょっと苦しそう。ねえねえ、あそこでなんかざわざわしている。え、ほんとだ、なんだろう。あ、うらちゃんがカメさんを助けようとしてるんじゃないのかな。なるほど。ちゃんが犬、猿、キジを連れて鬼ヶ島へ行くみたい。え、でもなんかキジ数多くない？ほんとだ、キジ子だくさん。でも頼もしい。ほんと、てかみんな鬼ヶ島なのにノリノリでスキップなんかしながら船に行って乗り込んでるよ。みんな頑張って。そこで金ちゃんが獣を集めて何かを始めるみたい。ああ、相撲を始めるんだ。でも金ちゃん、今日は熊に勝てるかな。毎日投げ飛ばされちゃってるもんね。ねえ。Thank you.
さ、うらちゃんって音ちゃんに会えたのかな。会いたい会いたいって歌まで歌ってたもんね。そうだね、竜宮城って一体どんなところなんだろう。一度は行ってみたいよね。それぞれの家に帰っていくのでした。めでたしめでたし。